ウィリアム・ウォードによるメゾチンと、1800年、トマス・ゲインズ・ワラとギルバート・スチュアートによる肖像画に基づく、初代カーナーボン伯爵ヘンリー・ハーバートは、イギリスの政治家、貴族、庶民院議員、蜀名頭を歴任した。ウィリアム・ハーバート閣下と妻キャサリン・エリザベスの長男として、1741年8月20日に生まれ24日に、 イズリントンで洗礼を受けた。1753年から1759年までイートンカレッジで教育を受けた後、1760年5月9日にオックスフォード大学クライストチャーチに入学した。1762年グラスゴー大学に入学した。1769年ケンブリッジ大学モードリンカレッジより LLD の学位を授与された。 1769年4月25日におじにあたるロバート・ソーヤー・ハーバート閣下が死去するとハイクレア・カーソルを継承した。1768年イギリス総選挙でおじの息子にあたる第10代ペンブルック伯爵ヘンリー・ハーバートの指示を受けてペンブルック伯爵家の懐中選挙区であるウィルトン選挙区から出馬して当選した。議会では頻繁に演説したが、 特定の党派につくことはなく、1769年のジョン・ウィルクス当選問題では野党に同調して、同調したものの、1770年12月に、ウィルクスの名友ジョン・グリーンが提出した、司法制度調査の同義には、反対した。1772年王室結婚法には、不倫を促進する法として反対した。1772年7月に、 ウィルトシャー選挙区の補欠選挙に出馬するために辞任した。ウィルトシャーでは、デッドフォードクラブという現地のジェントリと貴族の集まりが候補者を決め、絶大な影響力を有しており、ハーバートは、デッドフォードクラブが、独裁的であると批判した。これに対し、クラブの選んだ候補アンブローズ・ゴッタードの支持者は、ハーバートが、ペンブルック伯爵の支配下にあり、しかも与党を支持していると批判。 腐敗と宮廷の影響力に抵抗する要有権者に呼びかけた。ハーバートの支持者はハーバートも何度か野党に同調して投票したと反論したが、ハーバートが与党のゴッダードが野党の支持を受けていたことは明らかであり、ハーバートが支持を求めた第二代シェルバーン伯爵、ウィリアム・ペティもハーバート支持を拒否した。ハーバートが ウィルトシャーで領地をほとんどを有さず、人柄も押しが強くて人気がなかったため、8月の投票結果では1055票対1870票で落選した。一方、ウィルトンの補欠選挙は12月にようやく行われ、ハーバートはウィルトンでの議席を取り戻した。2度目の議員期では1774年2月に、グレンビル法を高級法とする法案に賛成。 1775年2月にウィルクスが提出した議席剥奪撤回の法案にも賛成したが、一方でアメリカ独立戦争では与党を支持した。しかし戦況が悪化すると野党側に着くようになり、1779年3月には海軍本部への調査議案に賛成した。2度目の議員機は演説回数が1度目と比べて少なく、 議会への興味を失ったとされたが、一方で、クリックレード選挙区への影響力を得ようとし、1779年に、現職議員、アーノルドネスビットが死去すると、友人のジョン・マクファーソンを当選させた。しかし、1780年イギリス総選挙で落選者、サミュエル・ペトリが選挙申し立てを出した上、マクファーソン、ハーバートラを訴えた。 1782年2月にペトリの申し立てが庶民院で審議された時には庶民院がイギリス東インド会社の不祥事でネーボップに有効的ではなく近隣のハンドレッドの不動産所有者もクリックレード選挙区の有権者とする法を可決させハーバートはクリックレード選挙区での影響力を失った1780年イギリス総選挙ではペンブルック伯爵が 野党に転じていたためウィルトン選挙区で当選する見込みがなくなり、与党ではハンプシャー選挙区から出馬させる声もあったが、結局ハーバートが出馬することはなかった。英国議会誌ではハーバートがこの時にはすでに助赦の許諾を得ていたと推測し、ハーバートは実際に同年10月17日にグレートブリテン貴族であるサウサンプトンシャーにおける ハイクレアのポーチェスター弾尺に除された。1793年7月3日、カーナーボン州及び、四白尺に除された。1806年から1807年までの、挙国人材内閣では1806年2月11日に、首名頭に、12日に、数密顧問官に任命された。以降1807年まで、首名頭を務めた。 1811年6月3日にテンターデン、ストリートで死去、息子ヘンリー・ジョージが借位を継承した。1771年7月15日、エリザベス・アリシア・マリア・ウィンダムと結婚、ご男日常を設けた。ありがとうございます。